俺の熊 AWM、ハイドモスコレです。今回ですね、まあ明日から新しいガチャが来るというわけで、まあ少しまとめていこうかなというふうに思います。それでやっていく。はい、とかで話していくわけなんですけれど、それがまあ富士のガチャの方ですね。これが明日から来るというふうになってますね。はい、富士のガチャ。まあパラシュートの方とか、M4 の方とか。結構見た目が良かったガチャの方です。まず内容といたしましては、まあ、10連得点の方があるガチャという風になってました。で、60金券、1回60金券の専用コインを消費して回すガチャという風になってましたね。はい。で、中身は、まず、まあ、パラシュートですね。まあ、これが一番だったかな。パラシュートと、服と、まあ、銃の方ですね。M4 と M27。まあ、M4 が結構ね、背中からエフェクトが出るのがかっこいいって感じの得点がありましたね。まあ、あと車の方と、まあ、飛行服の方ですね。はい。で、そしてリュックのスキンという、入ってました。まあ、パラシュートと M4 が人気な感じでした。で、一応交換があったんですよね、このガチャっていうのは。はい。交換がありまして、まあ、このガチャに、そのオレンジ弱のアイテムっていうのが、まあ、なんやかんやいろいろ入ってるわけなんですが、そのオレンジ弱のアイテムの方を当てると、一回そのまま自分の倉庫に入らずに、この交換エリアのお預かりボックスっていうところに入るんですよね。で、このお預かりボックスに入っている時に、まあ、その専用の通貨みたいなのに、一時的に変換されていまして、例えばこの M27 の方を欲しいなってなったら、まあ、ガチャの方でオレンジ弱のアイテムを、まあ、15個当てていると、まあ、この金枠の M27 と交換できるとか、まあ、そんな感じで交換できるっていうシステムになってました。まあ、いつもみたいに、その交換用通貨を使って交換するみたいなシステムではなくて、このガチャの排出アイテムを消費して回す感じのガチャでしたね。で、前回はこのガチャですね、毎日1回ですね、無料で回せるっていう特典もあったんですよね。まあ、今回それがあるかどうか正直微妙。俺は個人的にないのかなと思ってるんですが。まあ、そういった特典もありましたね。はい。まあ、そんな感じの内容でした。まあ、それが明日から来るんで、まあ、興味ある人とか、まあ、してみるといいんじゃないかっていうふうに思いますね。はい、ということで今回も皆さんの疑問や質問を答えしていこうかなというふうに思います。で、まずこちらですね。これ大丈夫なんと、まあ、コア行動の、まあ、シーズン29と30の副スキンが、まんま違うゲームからの流用っていうね。大丈夫かと言われれば、まあ、権利的には大丈夫。自分の会社から持ってきてるだけなんで、大丈夫ではあるんですけれど、ただその、最近の服とか、まあ、中国の方では、すごくよく言われてるんですが、服も銃も車も、全部流用品なんですよ。全部流用。ほぼ全部流用ですね。コアコードのスキンっていうのは。もうそれがひどくて、まあ、中国の方では、めっちゃ売れてますね。いや、デザイン流用しかねえじゃん、みたいな。まあ、流用でもいいんすよ。もう、流用でもいいんですけれど、外れとなってないんですよ。当たりのものまで全部流用っていうね。全部流用っす。まあ、流用もさ、使い方っすよね。例えば、一部流用とか、デザインのここの部分を流用して、まあ、付け加えて作りましたとかあったら、いいじゃないですか。まあ、当たりのものでも、はい、それがまあ外れが流用で当たりがそういうね新規のものとかやったらいいじゃないですか。違うんですよ。全部流用なんですよ。それが完全に割れてしまってるんで、まあ、向こうではめちゃくちゃ文句あります。日本の方ではそもそもそのネットレースのゲームっていうのが全て日本で展開されていないんで、まあ、割れていないものっていうのも結構多かったりとかしますね。はい。まあ、あとはそのそもそも日本での知名度が低すぎて全く気づかれていないもの、はい、っていうのもあったりとかするんですが、基本的に車も銃もそして服スキン全部流用ですね。はい。やっぱ流用品ってのはね、購買意欲は落ちるよ。どうやっても落ちる。例えばその女の子は可愛いゲームの女の子のデザインが、まあ同じ同社、同じ会社の別のキャラクターと全く同じとかだったら、なんとなく微妙だなっていう風に思うと思うし、そのゲームにしかないから買いたいという風に思うわけだよ。そうじゃなくて、まあどのゲームにもありますよっていうものやったら、なんとなくその、やっぱりちょっと微妙だっていう風に思う気持ちにはなってしまうんで、まあ、流用であるかどうかっていうのが、バレるかバレないかっていうところが、まあ、これ焦点ではあるんですけれど、まあ、バレてしまったら、マジでもう、何の価値もないよね。いやでもさ、こういうコードはこうやってさ、悪い付加価値になってしまってるけど、ミホヨってさ、俺マジで上手くなってるなって思うところがあって、その崩壊サードとか崩壊学園のキャラクターと、まあ原神のキャラクターって、キャラデザイン結構同じなんですよね。まあ結構その持ってきてる。まあそのままではないですけれど、ほぼほぼ同じような感じで持ってきてるんですが、それもパラレルワールドという設定で、そのこのキャラクターの写し見が原神にも出てきているんですよっていう、まあ裏設定というね、逆にいい付加価値として持ってきてるんですよね、ミホヨの場合。いやこれミホヨさ、マジでうまいなって思うそれ、ね、その設定にしちゃえば使い回せるもんね、デザインで。なおかつその物語の深みを生んだりとか、あとはそのそこからね新しく物語を作ったりとかできるんで、その運用マジでうまいなっていう風にミホヨは、まあ、本当にね、ホヨバースはマジで感心する。そういう工夫が欲しいね。まあ、こういうことの運命ね、悪知恵は働くんだけれど、そういう正当な知恵ってのはね働かないんだよね。
なんかあったらユーザー騙すような手段しか持ってこないんですけれど、いやでもそこってそれじゃなくて、まっとうにやってた方が良かったくないですかっていう話って自分たまにすると思うんですが、まさしくそれで、こういうことで騙すのは得意なんだけど、正当の考え方ってのはできないんだよな、できなくなってしまっているっていう、そういう工夫をね忘れてしまった企業なんですよね。で次ですね、正社員以上の学生とかでバイトできながら転売して稼いでるとこいたなと。あ、もう僕もでも学生時代転売してましたね。オークションとかでカードの転売、まあ今みたいなさ、ポケカの転売みたいな、バカみたいな転売じゃなくてですね、まあ、相場を読んで転売するってことはしてましたね。バイト代わりに、まあバイトよりは全然稼げていたと思いますよ。でもそういうことをしよったらさ、結構その社会人になってから勉強になったなって思うんすよね。いや、あの時の経験マジで大事だったなみたいな。よくなんかそういうことしよってもさ、どうせなんかうまくいかんけんとか、まともな人間にならんけんみたいな、そういうさ、なんかさも分かったかのようなことをさ平然という大人とかいますけれど、あ、嘘だからね、あれ。そういうね、若い人とかね、そういうやつはうまくいったらダメなんだみたいな、自分の願望を押し付けたいバカなんで、そういうのは耳に入れない方がいいと思いますよ。めっちゃ役立った、マジでめちゃくちゃ役立ったね。特にね、前の仕事で言うと、中に入るようになってからめっちゃ勉強になった。あの時の経験ガチ大事だったなみたいな。なんかそこら辺のさ、ね、適当な大学行っとっても絶対その学べない実務っていうのがそこにあったので、結局さ、ね、デスクで勉強しても限界あるんで、まあ、もちろん大事ですよ。デスクで勉強するのも大事ですけれど。まあ、でもそこでは得られないような知識はあったんで、俺はなんかそういう経験してみるのおすすめは、まあ、少ない資本でいいんで、まあ、でかい資本でやっても少ない資本でやっても、結局学べる知識ってあんま変わんないんで、まあね、最初はまあ、5000円ぐらいからそういうのやって、まあ、失敗してもいいんで、やってみるってのは大事じゃないですか。まあ、そこでね、なんか、お金かけすぎて、大爆死するとか、意味わかんねえ投資話とかにさ、乗っかって損するとかやったら、まあ、それは論外ですけどね。そんな上手い話が転がってくるわけがないんで、そういう上手い話ってのは自分で作るしかないからね。でも、ね、いいんじゃないですか、そういうの。それこそだって、ね、今からとか余計に個人事業主の時代ですよ。まあ、インボイスでどうのこうのみたいなね、最近はまた揉めてますけれど、それでも、まあ、普通の会社に入ったら、それ以上に、まあ、企業に搾取されるわけで、まあ、自分でね、稼いでっていう知識ってのは、まあ、会社に入ったとしても、個人でやるとしても役に立つ知識なんで、まあ、学生時代にそういうの挑戦してみるってのは、いいと思いますよ。で次ですね、ドローンみたいなピョンピョンするゲーム難しかったけど、自分はですね、あれするときに常にその斜め移動してましたね。連打して急上昇して、その後ボタンを押さずに急降下して、また急上昇して急降下してっていう、その斜め移動でずっと受けてました。勝手にそれしとったらね、避けれたりとかするし、まあ、避けれない感じになったらちょっとルート変えていくとか、それをずっと繰り返してました。まっすぐをねずっとね継続しようとすると、あのゲームは辛い。辛いし、あとミスが起きるけん。それで常に動き続けるって感じでやってましたね。で、次ですね。普通だったら空飛ぶやつ実装してもやれなくないと。逆に進撃禁止部分があるから、やれるんじゃない。激戦とかやったら、例えば、トレインのさ、煙突の上とか乗れてしまうしね。あそこ乗れたらさ、あの辺が結構中心になると思うから、割となんか強くなってしまうケースもあるし、まあ、逆に降りるのは大変なんですけれど、孤島の方がそこら辺のなんか、上下のさ、調整って、ある程度はされてるけん、いいと思うけどね。それでもまあ、行ったらダメな、行ったら強すぎる場所、まあ、あるっちゃあるけどね。そこはまた今回のイベントで、デバッグしてもらってっていう。